桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。さあ飛び出した16頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのは8番プラダリア、スタニングローズがかわしていきました。外から1頭リオムリフ、ステラベローチェ、3番手を伺おうというところ、ベラジオオペラ、その外13番ルージュエバイユ、それからもう1頭エピファニー、7番ハーパー、その外からはリカンカブール、ローシャムパーク、白い帽子が馬込みで入れています。その外に10番ソウルオリエンス、ケラービリティがその後ろ、16頭これから向こう正面であります。それから1番ミッキーゴージャス、外を通りまして3番ダスティエーラ、そしてその後ろから16番カテドラル、4番白い馬体早やっこであります。さあ先頭の方はどうなっているか。5番スタニングローズがわずかにリード、そしてその外に6番ディオムリフ、それから9番ステラベローチェ、その後ろでやりましょうか、ベラジオオペラ、そのうちからは8番プラダリア、そして6番手に14番エピファニーであります。内を通って13番ルージュエバイユ、場内がどっと来ている、場内がどっと来ています。ローシャムパーク直線の伸び足はどうか、先頭西村とスタニングローズ、内をすくってローシャムパークが来ている、ベラディオオペラかわすかかわすか、ハーパーが3番手内を通ってスタニングローズ、頑張る頑張る、横山とベラディオオペラ3番手にミッキーゴージャス、ベラディオオペラ先頭1着ベラディオオペラ2着は際どい、内スタニングローズ外ミッキーゴージャス、1着11番、2着1番、3着5番以上のように確定しました。